国っ子の専用車両、国っ子の車体イラスト、国っ子の車両と専用バス停留所国立駅、北口国っ子は東京都国立市が運行するコミュニティバスである。2003年3月8日、運行開始運行開始。愛称と車体デザインは市民公募で選ばれた。立川バス浄水営業所へ運行委託している。白色ベースの車体には、 子供のキャラクター、国っ子が描かれており、国立駅急駅舎のシンボルである三角屋根の帽子を被っている。ワンボックスカーを使用したコミュニティワゴン、国っ子ミニも運行されていたが、本格運行への移行に伴い、青柳っ子に名称変更された。国立市は面積は狭いものの、鉄道路線は東西方向に走る JR 中央線と、 市南部を通る JR 南部線のみで、また市内の道路は境外区間が多く、一般路線バスの運行が困難なため、公共交通機関がない地域が存在していた。こうした交通空白地域の問題を解決するため、国土地市役所は2000年から部局を横断する形で、検討会を設置した。地域住民に対するアンケート調査も行われ、これらをもとにして2001年には、 国立市、コミュニティバス協議会設置要項を制定し、学識経験者、関係行政機関の代表、事業者団体等の代表、市民などからなる協議会を設置した。この中で、既存の交通手段では対応の難しい、交通不便地域におけるモビリティを確保するバスを中心に据えた、コミュニティバスの4つのコンセプトを提起した。さらに、コンサルタントによる調査や、 市民のニーズなどをすり合わせることにより、どのような路線が適切であるのかの検討を行い、市内の鉄道駅のうち国立駅と市役所をはじめとした公共施設集積地区を結ぶルートを提言することとなった。しかし、市の財政状況が厳しいこともあり、必要性の高い北西中地区で先行して取り組むこととし、他にルートは中長期的に対応することとした。 またその他に、運賃や、運行形態などについての提言が行われた。2台のバスを用いた47分に1本というサービスレベルでありながら、運行開始当初から1日600人程度の利用が見られた。そのうち4割は、東京都シルバーパスを利用した高齢者であり、交通弱者の外出支援としての役割を十分に果たしていると言えた。 またシルバーパス利用者が多いにもかかわらず、国立市の補助金支出は当初の見込みを下回ることとなった。国っ子、青柳銀ともに、運賃は全線均一。定期券の設定はない。国っ子では、運行開始当初は大人170円、小人90円均一であった。運行開始時から東京都シルバーパスが利用できるが、バス共通カードには対応していなかった。 2017年4月1日に、運賃改定し、大人180円、小人90円均一となった。また同日から、パスもスイカ等の交通系、IC カードに対応した。バス利用特典サービスにも対応していた。国っ子では、各種障害者手帳の提示で運賃が半額となる。青屋っ子では、運賃は大人200円、小人100円均一。障害者、 高齢者割引制度があり、障害者と70歳以上の高齢者は、本人と付き添い1名まで100円で乗車できる。青谷ぎっこでは、東京都シルバーパスで無料にはならないが、高齢者割引の際の年齢確認として、利用可能。交通系、IC カードは、利用不可。国っこ、青谷ぎっこで、それぞれに専用回数券が発売されているが、 運賃体系が異なるため互換性はない。回数券は、社内で販売しており、国っ子専用回数券は、立川バス浄水営業所でも購入できる。国っ子は、国立駅北口を奇襲点とする2ルートが運行されており、日中時間帯にはメインとなる、北西中ルート、朝赤時間帯には、区間便、北ルートとして運行される。 ルート名はすべて運行区間の町名を示す。国立駅北口を奇襲点として、国土地市北、西、中地区を経由し、市内を大回りしてから、国立駅南口へ一旦戻り、市内の中南部に位置する富士見台にある国土地市役所を結ぶ。国っ子、青柳っ子の路線のうちで最も長距離活行範囲を運行する。日中時間帯。 47分間隔で1日11往復を運行。高架下駐輪場前停留所は、国立駅北口発の未停車。実際には経路を一周して、国立駅北口へ戻る循環路線だが、国立市役所までの往路と袋で経路が異なるため、便宜所を開けて記す。太字の停留所は、往復ともに停車する。北西中ルートの区間便。国立駅北口から、 北第一公園日誌の往復運転国立駅と北西部にある都営団地を結ぶ。長席時間帯15分から32分間隔で1日17往復を運行。高架下駐輪場前停留所は国立駅北口発の未停車。国立市役所、矢川駅入り口間の経路は同一で、その先から各ルートで分岐する。 太との停留所は両ルート共通。2006年4月18日、国っ子、青谷、泉ルートとして運行開始。国立市役所を奇襲点に JR 南部線、矢川駅を経由し、国立市南部の多摩川付近の青谷地区、泉地区をそれぞれ結ぶ循環路線。運行時間帯は7時から20時で、市役所の閉庁時は、市役所へ乗り入れない。 一台の車両で両コースを交互に運行し、長席時間帯は57分間隔、日中時間帯は87分間隔で運行。以下の停留所には、立川バス浄水営業所の一般路線を乗り入れる。また、国立泉団地停留所と、ほぼ同一に京王バスの都営線二丁目停留所があり、中霊に、中霊三系統が乗り入れている。 2014年4月15日の最終便をもって運行休止となり、それに伴い J23 号車が廃車となった。翌日よりワンボックスカーを使用したコミュニティワゴン、クニッコミニによる試行運行へ移行し、2019年4月1日から本格運行が開始され、青柳っ子に改称した。2015年3月31日をもってクニッコ、青ヤ 泉ルートは正式に路線廃止となった。これにより以下の停留所が廃止された。2003年3月8日、メインとなる北西中ルートと区間便、北ルートの2ルートで運行開始。ほぼ現行路線と同経路だが運行開始時は国立駅の高架構えであったため、国立駅北口周辺では往路と復路で異なる経路を通っていた。 北西中ルート実際には経路を一周して、国立駅北口へ戻ってくる、循環路線だが、国立市役所までの往路と袋で経路が異なるため、便宜所を開けて記す。往復のみ停車する、停留所は、現行路線に同じ。北ルート国っ子、青柳、泉ルートを代替する形で、2014年4月16日から、国立市、コミュニティワゴン、国コ子ミニとして、 最長3年の試行運行を開始した。ワンボックスカーを使用し、小型バス車両でも通れない、共愛路でも運行できる乗り合い交通サービスとして運行開始された。地元のタクシー会社である、金星交通有限会社に運行委託している。ただし予約制のデマンドバスや、乗り合いタクシーではなく、車両が小さいだけで、定時定路線の路線バスである。小金井市のココバスミニ、 国分寺市の分バス北町ルートに似た運行形態である。2019年4月1日から本格運行に移行した。運賃は変わらず、国っ子ミニの専用回数券も利用できる。名称もコミュニティワゴン、青柳っ子に変更され、新車を導入し、車両デザインも一新された。青柳ルート午前中は矢川駅発着、1日15本運行。 泉ルート1日13本運行。ヤ川東ルート1日10本運行。国っ子の初代車両立川バスカラーの小型車によるダイソー2003年3月から日のポンチョ初代2台で運行開始。2006年11月に初代車両1台が2台目ポンチョに置き換えられた。2012年1月に2台目ポンチョがもう1台追加され3台体制になった。 2014年4月の青柳、泉ルート運行休止に伴い、残る1台の初代車両が廃車となった。トヨタハイエースを使用。乗車定員は9名で、進行方向右側が横向きシート、左側が前向きシートで、最後尾は車椅子用リフトが格納されている。トヨタハイエースを使用。乗車定員は10名。本格運行移行に伴い、 新デザインの専用車両が導入された。ありがとうございます。